皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日は撮影するために素敵な部屋を借りました。今日は皆さんに家の中にいる時に使う日本語を紹介します。時間の関係で全部を紹介することはできないんですけど、もしリクエストがあればまた撮影します。今回は紹介する時に動詞の辞書形を使います。じゃあ早速始めましょう。ドアを開ける。ドアを開ける。ただいま。ただいまは帰ってきた時に帰ってきた人が言う挨拶です。家にいる人はお帰りやお帰りなさいと言います。お帰りなさいの方が丁寧な言い方です。靴を脱ぐ。靴を脱ぐ。靴を揃える。靴を揃える。ソファーに座る。ソファーに座る。足を組む。足を組む。腕を組む。腕を組む。リモコンでテレビをつける。リモコンでテレビをつける。チャンネルを変える。チャンネルを変える。テレビを消す。テレビを消す。スマホを充電する。スマホを充電する。スマホはスマートフォンのことです。蓋を開ける。蓋を開ける。キャップとも言います。キャップを落とす。キャップを落とす。キャップを拾う。キャップを拾う。水を飲む。水を飲む。蓋を閉める。蓋を閉める。パソコンで勉強する。パソコンで勉強する。このでは何々を使うの意味です。今日は皆さんに家にいるときに使う日本語を紹介していますが、頭では理解していても実際に会話するときにうまく伝えられないことがあると思います。話せるようになるには実際にネイティブスピーカーと話すのが一番いいと思います。今回は私が3年以上使っている iTalkie を紹介します。 iTalkie は日本語や英語をはじめ150以上の言語を学ぶことができる語学学習アプリです。オンラインでできるので、いつでもどこでもパソコンでもスマホでもレッスンを受けることができます。 iTalkie は先生が一人に対して生徒が一人なので、先生と相談しながら自分のペースで勉強を続けることができます。会話レッスンだけじゃなくて文法やビジネス日本語などいろいろなレッスンがあります。レッスンの料金は1回ごとに払うので、毎月決まった金額を払う必要はありません。先生やレッスンの内容によって料金が違うので、自分の予算に合わせてレッスンを選択できます。しかも5ドルから選択することができます。はい、今から iTalkie で中国語のレッスンを受けています。我有点紧张。那开始吧。啊，你好，阿卡内桑，你好。你好。嗯，你学习中文多长时间了？我大概十年吧，但是断断续续的学习。哦，你的中文很棒。那我可以问你几个问题吗？嗯，好的。你觉得学习中文的时候，什么事情让你觉得很有意思？哦，很有意思的地方吗？嗯，中文都用汉字，全部都是汉字，是的，嗯。
对，我第一次去中国的时候，看到"三明治"这个字，猜不出来，三明治是吃东西。吃，不知道是吃的东西，对，因为明治在日本的话，比如说明治大学、明治的公司的名字，所以我猜不出来这个三个明治是什么样子。对，所以 很很有有意意思。思。因为我知道我会日语，所以我知道你说的明治在日本有一个公司的名字，有一个吃的东西。皆さんも好きな時間に好きな場所でぜひネイティブスピーカーと会話の練習をしてみてください。概要欄に iTalki のリンクとクーポンコードがあります。10ドル購入すると最初のレッスンで5ドルの無料クーポンをもらうことができます。こちらのプロモーションコードを入力してください。このコードは初めて iTalki を使う人が対象です。先着50名が使えます。ぜひ、iTalki でレッスンを受けてみてください。それでは続きをやりましょう。メガネを外す。メガネを外す。メガネを拭く。メガネを拭く。メガネをかける。メガネをかける。漫画を読む。漫画を読む。ちなみに私はこじこじを読んでいます。うとうとする。うとうとする。寝そうな様子とか浅い眠りの時に使います。アラームを設定する。アラームを設定する。昼寝する。昼寝する。アラームを止める。アラームを止める。目をこする。目をこする。あくびする。あくびする。伸びをする。伸びをする。歯ブラシに歯磨き粉をつける。歯ブラシに歯磨き粉をつける。歯を磨く。歯を磨く。口をゆすぐ。口をゆすぐ。コンタクトレンズをつける。コンタクトレンズをつける。省略してコンタクトとも言います。ブラシで髪を溶かす。ブラシで髪を溶かす。ブラッシングするとも言います。ヘアオイルを髪につける。ヘアオイルを髪につける。ヘアゴムで髪を結ぶ。ヘアゴムで髪を結ぶ。化粧する。化粧する。メイクとも言います。メイクする。メイクをする。ピアスをつける。ピアスをつける。反対はピアスを外す。靴を履く。靴を履く。靴ひもを結ぶ。靴ひもを結ぶ。行ってきます。行ってきますというのは外に行く人が言う挨拶です。家にいる人は行ってらっしゃいと言います。はい、皆さん今日の動画はどうでしたか？限られた時間の中での撮影だったんですけど、なるべく多くの動詞や名詞を紹介したいと思って撮影してみました。最後まで見てくださってありがとうございます。あと今日紹介した iTalki、 ぜひネイティブの先生と会話の練習をしてみてください。今日はここまでです。
バイバーイ。今から8枚の写真が出てきます。今日勉強した名詞や動詞が言えるかどうか確認してみてください。答えはコメント欄の一番上に書いておきます。では、始めましょう。いつも素敵なコメントを書いてくださってありがとうございます。また来週お会いしましょう。バイバイ。